だいぶ激しいレースになりましたね。はい、緊張しました。まあ、その中何回も何回も合わせて踏んで、チェックをして、声援も非常に大きかったです。はい、もうお客さんの声援がね、本当ヤジが一つもなくて、本当に応援、声援で紹介って言葉があったんで、すごく嬉しかったです。走れることのすごく幸せだったです。本当に結果で答える、これプラス内容がすごくあったので、こういうのを見せるために戻ってきたんだなって、まあ、正直そのレース感が一番心配だったので、少しでも隙を作れば、食われると思ったので、もう自分から厳しい道を歩もうと思って作戦考えました。やっぱりそこで突っ張れるというのが、その気持ちが強く持っていたと。いや、逆に言えばちょっと焦りもあったのかもしれないですね。どっしりレースを構えることができなかったっていう裏返しだと僕は思ってます。インタビューでもやってますけど、やっぱりこうやって競輪界を盛り上げるということが今強く思って、もうそれは日頃からこの制裁を受ける前からみんな思っていることですし、こうやって早く復帰させてもらったからには、これまで以上にしっかりとレース臨まなければいけないなというふうに思ってます。まずそれを本当にアピールできる一走だったのが大きな、もう本当にきつかったですね。ただやっぱり、信頼できる後輩がしっかり番手固めてくれましたし、その辺は、意識しないで、もう集中して、自分の音だけ集中して走ることができました。また2号線準決で、さらにレベルの高い走りでファンを振り向けにしてほしい。はい、もうやっぱ北日本の後輩がこんなに頑張っているので、年上の僕が頑張らなきゃっていうふうに思いもありましたし、まあ、何よりもゴールしてから、ファンの皆さんの声援が、ね、すごいあったかかったのは、これまで村上さん、吉弘さん、ヒロさんが築いてきた土壌がしっかりとここにあるんだなっていうふうに実感しましたし、今後は僕らも地元を含めこういう環境づくりをしていきたいって強く思いました。また明日からしっかり頑張ります。はい、頑張ります。